ようこそ皇室ジャパンへ。8月21日、天皇皇后両陛下と愛子さまは栃木県那須町にある那須御用邸附属庭園にお越しになりました。実はこの那須でのご静養は4年ぶりという特別な時間となります。ご一家が新幹線で JR 那須塩原駅に到着された際、待っていた市民の皆様へ期待を超えるサプライズのお声かけがありました。ご一家の親しみやすさと人々への深い思いやりを改めて感じさせてくれる瞬間でした。ぜひ最後までご覧ください。長い間雅子さまの姿を追い続けてきた白滝さんの胸の内には深い敬愛の気持ちがあふれています。1993年まだご結婚される前のお若い雅子さまを目の当たりにしてから、時を重ねても変わらぬその情熱は30年間も続いています。そんな彼女が那須塩原駅で予想外の出来事を体験しました。ティアラをお召しになって、その笑顔が鮮やかに刻まれたお気に入りの写真を表紙にしたカレンダーを手にしていた白滝さん、そのカレンダーは本来は友人に見せるために持参していたもので、来年のものだったのです。しかし雅子さまが目の前にいらっしゃったので、勇気を出してお渡ししたところ、驚くべきことに雅子さまが優しく受け取ってくださいました。その瞬間、白滝さんの心には感動と喜びの渦が巻き起こったことでしょう。白滝さんが雅子さまに、これは私が撮影したお写真のカレンダーですと照れくさいながら伝えると、雅子さまはありがとうございますと心からの感謝を込めてそのカレンダーを受け取られました。しかしその後、来年のと少し驚きの表情を見せつつ優しく反応してくださいました。このやり取りは白滝さんの心に深い感動をもたらす、ほろ苦いが可愛らしいエピソードとして記憶されたことでしょう。雅子さまと愛子さまの心温まるお揃いヘアスタイルが多くの人々の注目を集めています。愛子さまの新しい短髪はその可憐さに目を引かれます。陛下をはじめご一家3人が那須にお越しになった際、その明るい笑顔は本当に楽しんでいらっしゃることを感じさせました。こうして国民と間近で触れ合う姿は久しぶりで、私たちは大きな元気と感動をいただきました。ご家族の絆の深さと温かさを改めて実感しました。この特別な日、雅子さまをも上回る注目を浴びたのはグリーンの小花柄ワンピースに身を包んだ愛子さまでした。その夏らしいボブカットにキャメルのショルダーバッグとサンダルが絶妙にマッチしていました。そして雅子さまのヘアスタイルに編み込みが施されていること、そしてそれと同じ編み込みスタイルを持つ愛子さまの髪型はお揃いのヘアスタイルとして親子の絆を感じさせました。ご一家は御用邸内での散策を満喫されました。学習院大学文学部日本語日本文学科4年生として学業に励む愛子さまは、
豊かな自然の中でのリフレッシュが大切。大学生活も後半を迎えておりますので、さまざまな経験をして学びを深めたいと願っておりますと、白滝さんはその心境を語られました。愛子さまが選ばれたフリルシャツワンピース、その魅力的な秘密とは何でしょうか。愛子さまが選ばれたその上品なロング丈のフリルシャツワンピースはケイミーというブランドの一品のようです。こちらのアイテムは銀座本店や都内のデパート、さらにはオンラインショップで手に入れることが可能です。中世イギリス風の洗練されたフラワープリントが上品かつ甘すぎない大人の魅力を放っています。そしてこのワンピースの最も注目すべき特徴はウォッシャブル。ストレッチシフォンの素材感は快適で、ご家庭でのお手入れも簡単にできるのです。学生の方はもちろん、仕事や旅行時にも非常に便利な一着と言えるでしょう。その鮮やかな色味やユニークなデザインが愛子さまが選んだワンピースとして SNS ですでに多くの方々の間で話題になっています。愛子さまがこのような背景のある洋服を選ばれた背後には、若い世代へのメッセージや思いがあるのかもしれませんね。今回愛子さまが独自のセンスを発揮されたグリーンのコーディネートが話題となっています。ご一家3人の中で愛子さまは雅子さまとは異なる視点からお召し物を選んでおられるように感じられます。そこで愛子さまの夏のファッションに込められた2つの魅力的なポイントに注目してみましょう。愛子さまの夏のファッションにはワンピースと花柄が特徴的といえます。2019年8月、高校生活を終えて帰郷された際の愛子さまはダーク系のロングワンピースに白いサンダルを合わせて成熟した姿を見せてくださいました。今年5月、天皇ご一家がご即位5年、ご成婚30年記念特別展を日本橋高島屋でご覧になった時、愛子さまは水色の花柄のショルダーポーチをお持ちになっていました。このポーチ、どこかで見たことがとお思いの方もいらっしゃるかと思います。なんとこのポーチは2016年7月、14歳の愛子さまが奈良県を訪問された際にもお持ちになっていたもの。その深いご愛用ぶりに私たちも心からの共感を覚えます。来年春、大学の卒業を迎える愛子さまの今後のご活動が注目されています。現在愛子さまは卒業論文の執筆に熱心に取り組まれており、8月4日には東京国立博物館で熱心にご鑑賞になった様子が伝えられています。4年ぶりの夏のご静養を楽しまれている今、愛子さまの公の場だけでなく私たちがより親しみを感じられるプライベートの場面でのお姿も増えてくるのではないでしょうか。この心温まるご静養を終えた後、天皇ご一家は再び帰郷されることを予定しております。いかがだったでしょうか。美しさの中にも物語が隠れています。雅子さまと愛子さまのヘアスタイルの一致は
ご一家の絆と愛情の深さを暗示しています。そして愛子さまのグリーンのワンピースはその若さと希望を象徴しているのかもしれません。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それではまた会いましょう。